これねちょっとちょづいて D 削ります <laughs> ダメなんだなアッパータイクしようインパクト見ますいかないでしょインパクトまだ見ますインパクト見てますインパクトには投げますうえ削られちゃうからね いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないあのやっぱそのインパクトで削られるときしっかり投げるってのは大事だよね。まあ投げもしくはパリ。いやここむずすぎるわ大将。いくっす。このラウンド、ひぎ孫殺しやっていい。ひぎ孫殺し。 めっちゃキモいよちなみにこれはしないわナメプになっちゃう今のはヒゲやるチャンスがなかったラッキーマジでラッキーマジでラッキー このラウンド、孫殺しできるかもしれない。ごめん。ずっと孫さんと横対してたからこそ、できる孫殺し。これ、孫殺しです。<laughs> こっちのコンボミス用にしっかりインパクトやってるから。 あそこであえてコンボミスって中フラ最大痛めやって補正ィレー SSD これ終わってます <laughs> これはマジで終わってます <laughs> これずっと馬鹿さんと中国で横でお二重してたから馬鹿さん毎回俺が中ナックルコンボする時しっかりインパクトをしてたから幻っす これクソキモいでしょ <laughs> そうあれ30ージある時にだけやれる作戦です立ち回りの前大パンってルーイが来るよりにいんでしょうか立ち回りの前大パンは俺もなんか使ってないねそのルークの前大パン使い道相当微妙だなって思ってたんだけどなんかやっぱ今ってルークの前大パンどういう使い方されてるかっていうと落ち攻め持続セットプレーの時だけ使われてんのよまで、あ、でも一応持続埋めできるんだけど ルークのこのこ普通に使ったらこの大大京玉だけで DJG1 本近く減らせるから強いはずなんだけどこれがまずこの4フレで2段目1段目と2段目の間割られちゃうとでしかも発生も遅いだからあんま使われてないのねこれだからじゃあ現状どういう使われ方してるのかっていうとこういうふうに あの置き攻めで難しいんだけど持続で重まあこれ基本これだけでしか使われてないのね今この前台パンってただ最近、まあ、まだちょっとやれてないんだけど強いなって思う使い方があって持続じゃなくていいから置き攻めで前台パンをちょっと遅らせて重ねるこれでちょっと遅らせて重ねる これが俺強いなって思った理由がこのゲームってじゃあグラつぶししようとするじゃんグラつぶししようとすると基本的に勝つ選択肢が相手のパリに対してまずジャストパリ取られないあのー、遅らせて重ねてるからジャストパリ取られないのねここすごい強いとこいいとこなんだけど、えー、まずバックステップこれにですね大変気まずくて こんな感じで相手離れちゃうからしゃがみ中盤のところにグラつぶしするとすごい離れちゃってその後のコンボが何もつながらなくなるまたバックジャンプこれもねこんな感じで使っちゃうだからグラつぶしって本当に相手のグラップを読んだ時にしかあんまり機能しづらいんだけどここでですねあの前京パンを使うことによって マイクローパン使えばこんな感じでバックステにもコンボがいけるのよで当然ちょっと遅らせてるから相手の遅らせグラにもカウンターで勝つとでしかも何よりこのねこの1段目この1段目ヒット確認できるからガードされてたら何もしなければいいのよガードされてたら何もせずに相手割り込んでくるからそこジャスパッとか狙ってもいいし まあ、とりあえずここの1段目をヒット確認する。すごい強いなって思う、この使い方は。一応、これが負ける選択肢が、バックジャンプなので。バックジャンプにはこんな感じで使っちゃうんだけど、基本的にルークって、このバックジャンプに対して、あ,あの、SA1 いけるのね、狙えるの。だから、その、あんまり特に高いレベルになってくると、ルークの、 ルークから置き詰めされるときバックジャンプで逃げるってあんましないのねみんなもうバックステなのよバックステは SA1 じゃ枯れないからだからこの前強パン重ねはかなり強いと思う遅らせ重ねだからバックジャンプを多い相手には普通に正直に投げ重ねて、えー、バックジャンプしたら SA1 もしくは SA3 で狩るバックステあで相手がそこケアしてバックステ多めなら、えー、前強パンで狩るっていうふうな使い方したら超強いと思う これねー、一旦インパクト見ますでバックジャンプとかするようだったら生ラッシュで追いかける <laughs> やりおる今の勝利はねー理にかなってるんすよ ななんんで理にかなってんのちょっと後でリプレイ見るか。で相手のドライブゲージ2本回収して、まあ、こっちからしたらこの状況俺確か一旦様子見したんだけどこ様子見する理由として、えー、まずされたら嫌な選択肢がまあ一番はインパクトこっちってもう相手のドライブゲージあとちょっとだからなんか大パンとかで貯ょくだけであの相手 バーンアウトするのよだから結構触りたいポイントではあるんだけど相手もそれを読んでインパクトしてくる可能性があるで、ま、も,もしくはパリの可能性もあってここのパリって実はめっちゃ強くってジャストじゃなくてもいいのよ極論そのこっちがやっぱ絶対何かしらで触ってドライブ削りたい場面だからあのパリ押しとくことでルーク側の技をパリで取ってドライブゲージめっちゃ回復してバーンアウト。 回避みたいなこともできるからこっちとしては割と様子見が安泰な選択肢だからちょっと様子見して相手がパリとかインパクト何もしてなかったら触り行こうっていうプランだったんだけどだからここ何もしないんだけどでそれで相手が「あパリもインパクトもなかった」っつって無理やり触り行くでこれも無理やりドライブ削り行ったけどパリされて回復って感じででここね でここも何かしらで触ったらもうこれバーンアウトなわけ。で、バーンアウトさせたらさすがにこっちめっちゃ有利なわけじゃん。だから触りたいのよね。今、こっちの願望としては、ルーク側の願望としては。で、ここジャンプ置くやん。これ、なんか漫画とかでもよくあると思うんだけど、格闘系の漫画とかでもよくあると思うんだけど、飛んだらもうあとは隙だらけみたいなよう聞くやん。なんかもう、 飛んだらもうあと着地するしかない身動き取れないから隙だらけだわけよこれ俺無理やり触りたくても無理やり触らなかった理由として相手の技とかに相手のしゃがみ中盤とか中足に技が発生負けして負けるって恐れがあったからあんまりむやみに触り行きたくなかったんやけど相手飛んだことでこれ着地の隙絶対に触れるわけね着地の時にだからこの着地の時に俺は触るわけ。 多分大パンかしゃがみ中パンでああ達周系達周系で触るわけでそこであの着地の時無防備だから触りくるよねっていう読みのオーディション料っていう話 今の偉かったのは垂直ジャンプからしかもジャンプ攻撃出してなかったじゃん。あ,のあれジャンプ攻撃出してたらダメなんよ。ジャンプ攻撃出してたらその着地にもっと隙が生まれちゃうから俺の立ち受けヒットしてたので。ただ相手はそこまで見越して垂直ジャンプから何も出さずに隙を少なくして OD 技を放したっていう。